ポール・フレールはフランスル・アブル生まれのベルギー人、ドライバー、自動車ジャーナリスト。フェラーリ 250TR に乗るフレール・ブリュッセルの大学で経営工学を学び、卒業後の1945年からジャーナリストとして活動を開始した。1946年に二輪レースに出場すると自動車レースへ転向。最初の本格的レースが百四十八年の スパフラン・コルシャン24時間レースであり、この時は友人と MGPB で出場し、クラス4位、総合15位で完走した。その後1960年までの間あらゆる種類のレースに参加し、例えば1953年のミッテミリア初出場の折には、 クライスラー・サラトガというおよそ不向きな自動車で出場したにもかかわらず2リットル以上の生産者部門で優勝している。ルマン24時間レースにおいては、1953年はポルシェ550クーペで出場し 1500cc クラス優勝、総合15位。1955年はピーター・コリンズと組、アストン・マーティン DB3S でクラス優勝。 総合2位に入賞した。1957年は、ジャガーディタイプで総合4位。1958年は、ポルシェ 718RSK で総合4位。1959年は、モーリス・トランティニアンと組アストン・マーティン・ DBR1 で総合2位と上位入賞を続け、1960年は、同じベルディー人ドライバーのオリビエ・ジャンドビアンと組 フェラーリ 250TR で初めての総合優勝を果たした。これを機に現役レーサーとしての活動を終える。会1では1952年から1956年にかけて出場し、1956年のベルギーグランプリ。現役引退後はジャーナリストとして生涯を通じて欧州を拠点に活動し、アメリカの自動車雑誌。 ロードトラックのヨーロッパのエディターを務めた。日本でも頻繁に活動しており、雑誌、カーグラフィックのコラム、フロムエウロペや、隠しテスト記事等でもおなじみ。初代編集長、小林翔太郎とは1960年代以来、信仰が深く、同志ではイニシャルにちなんで、PF 先生という愛称で呼ばれた。著書、ハイスピードドライビングにて、 運転技術を理論的に解説したほか、鈴鹿サーキットでレーシングスクールを行い、モータースポーツ愛好家を指導した。また、1976年から松田の車両設計コンサルタントとして招聘され、初代323から3代目 RX-7 まで走行評価と貴重なアドバイスを行った。ホンダの技術者とも親交があり、CRX1.63 を 日常の足として長く愛用した。さらに、1980年代前半の横浜タイヤ、アスペックの CM にも出演した。2007年1月、90回目の誕生日直前に、ニュルブルクリンク近くの公道で、ホンダシベックタイプ R を運転中に事故に巻き込まれ、重傷を負った。事故後フランクフルトの病院に搬送され、7本の肋骨損傷に、 骨盤の粉砕や肺にも破裂を負うなど甚大な損傷を受けていることが判明。集中治療で14日間を過ごさなければならなかった。2008年2月23日にブリュッセルで死去。91歳をつ。同年9月、ベルギー GP が開催されるスパフランコルシャンサーキットのスタブロコーナーがカーブポールフレールと改名され、彼の名誉を称えた記念碑が設置された。 ありがとうございます。